ヒラの仕様の最後って意味深ブロックにスノストファン大混乱のわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日をもってキングピンス以下キンプリから脱退し、ジャニーズ事務所を退所したヒラの仕様。 キンプリで亡くなる約1時間前の午後10時50分、ジャニーズ公式モバイルサイト、ジョニースウェブのブログ連載、ショータイムを更新したが、その内容をめぐってスノーマンとシクストーンズ以下、スノストのファンの間で混乱が生じているようだ。この日、キシユータ、ジングージユータと共にグループを脱退した平野は、ブログにデビューからやらせてもらってた。 このショータイムも、最後のブログになりますね、とつづり、はぁ、あ、楽しかったナースから、キング・プリンチェ、プリンツなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいようなジャニーさんがデビューさせてくれた最後のグループだしねと心境をとろ、とろ。続けて、ジャニーさんごめんねー。目標届かなかった、ただできないと言われたら仕方がない、もし天国であったら怒られるんだろうなショー。 と綴り、デビュー時より掲げてきた海外進出を叶えられなかったことを、コジャニー北川前社長に対して詫びた。平野の連載は、事務所の契約終了と同時に閲覧できなくなったため、最後の投稿を見ることができたのは、わずか70分。それでもツイッターでは大きな反響を呼び、22日深夜には、ショータイムが世界トレンド1位になっていた。 なお、平野ら三人が脱退した経緯については、これまで様々な噂が飛び交ってきたが、真相ははっきりしていない。しかし、今回、平野が、ただできないと言われたら仕方がない。と記したことから、藤島ジュリー稽子社長から、海外進出はできない。 と言われたものと受け取るファンは多く、現在ネット上では、やっぱり、ジュリー社長に海外進出できないって言われたんだね。最後にオ君から真実を聞けてよかったという反応が相次いでいる。また、ジャニーさんがデビューさせてくれた最後のグループというズフミに対し、2020年1月にデビューしたスノスとの一部のファンが過剰に反応。というのも、 19年8月8日付のニュースサイト、オリコンニュースをはじめとする御用メディアは、スノストの CD デビューについて、CD デビューは、小ジャニー北川社長が倒れる2日前となる6月16日に滝沢秀明氏と決定。6月28日に全員がジャニーさんの病室に集められ、知らされた、と報じていたのだ。 以前より、スノストに関しては、前副社長の滝沢氏がゴリオ氏でデビューさせたのではないかとの見方もあったが、表向きにはジャニー氏がデビューさせたことになっている。ただ今回、平野が金プリこそ、最後のグループ、と案に主張したことで、一部スノストファンがえ、えジャニーさんが最後にデビューさせたのはスノストでしょ平野くんは何が痛いのただ間違えただけ と、混乱。加えて、最後にはっきり言ってくれて、スノストデビューの時系列やらのもやもやが晴れた、ほーら、案の定スノストは滝沢にデビューさせてもらったって言われてる。病室での話なんだったんだよ。また時系列変わるぞ、といった声も見られる。最後っぺとも言える意味深なメッセージを残し、事務所を去った平野最後に少しでも本音を放って事務所を去った彼は、 今頃すっきりしているかもしれない。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。